何年か前、実家のアホアホ柴犬と散歩をしていた時、鳩を見て唐突に脱出したアホ柴の散歩紐の取っ手がちぎれ、名前を叫ぶも尻尾ぶんぶん振りながら、ぐんぐん遠ざかり見失う。いつも向かう公園にいると思い探しに行くが、いない。焦って泣きそうになりながら、名前を呼びつつ公園一周。家に戻ってるかもと歩き始めると、ザザザザザと変な音が聞こえる。そっちを見ると棒が住宅街の角を曲がっていくのが見えた。なんだあれ?と確認に行くと、ひんやり夏のさっぱり麺?コンビニの店頭にあるのぼりを、散歩紐に絡めたうちのアホちゃんが、足取りも軽く草の匂いを嗅いでいる。いたーと声を出すと、こんな顔で振り向いて、あのね今ね。って感じで、悪びれるでもなく尻尾振り振り嬉しそうに寄ってきて、捕獲。その後、のぼりを持ち去ったコンビニを探す旅へ、30分ほどのぼりを持って犬を連れて歩きました。途中、道行く人は皆振り返り、高校生がたむろしているコンビニでは爆笑され、子供には指を指して不思議がられ、犬は疲れてきて上目遣いで休憩を促し、店員さんには、あれまあ、わかんなかった、宣伝ありがとうね。と言われ、本当に恥ずかしかった。なんでのぼりが絡まったのかはわからなかった。夜、父と弟二人と出会い犬の散歩をしている最中、野郎三人は公園で遊び出したので、自分は公園周辺の道を散歩していた。すると、街灯の光が届かないところで、近所で頭がおかしいと噂の男に襲われた。幸いすぐ、愛犬の尋常でない吠え方で、異変に気づいた父が駆けつけてくれた。が、やたら体の大きいその男、体の小さい父に殴りかかっていった。父、現役空手道場師範。主食はプロテイン。男が逃げていった先に、遅れて駆けつけてきた弟その1がいた。弟1、現役消防士。主食はプロテイン。男は名をもて行こう。弟1が足にタックルして走り去るのを防いだところに、弟2登場。弟2、現役機動隊員。主食はプロテイン。私自身、男にかなり殴られ血まみれ、服は破かれ、結構ひどい状態だったが、このままでは身内が人を丸す、と思い、泣きながら止めた。とっさに愛犬を抱え込んで守れた自分 GJ。過剰防衛で怒られるかと思ったが、男に性的暴行と丸人未遂の前科があったのと、私がかなり手ひどくやられていたせいもあり、男たちは軽いお叱りで解放された。ああ、切れるってこういうことか、としみじみ感じた出来事だった。